相手が左足を前に踏み出したときにかけます。そこで神長は右へ右へと回って警戒しましたが、平信九は神長が回り込む余裕をなくしてからかけるといううまい作戦でポイントを取りました。相手の上体を崩し足を支えてからの体のひねりも申し分ありません。大内刈りは相手が地御体の姿勢で両手を突っ張り後ろに反り身になっているような時には大変効果があります。たとえ一本取れなくてもすかさず固め技に入ったり他の投げ技に連絡変化するなど活動範囲が広く勝負技として威力があります。神長がイギリスのペサーブリッジを倒した大内刈りをご覧いただきましょう。神長、相手を引きつけ気味に動かないようにして一気にかけました。ペサーブリッジはかけられた右足を上げ、後ろに下がって逃れようとしましたが、神長押し込んで刈り倒しました。大内刈りはかけた足の方向に相手を崩すことが大切で、刈った足の位置が高すぎるとうまく。出足払いは、作りと掛けの原則に基づいて編み出された最も有効な足技の一つで、一番大切なことは相手の足を払う時のタイミングです。アメリカのキャンベルがフィリピンの恩を見事な出足払いで破りました。もう一度分解写真で見てみましょう。キャンベル、相手を横に引き出して、左、右と出てくる瞬間にかけ、きれいに倒しました。日本で長い間修行し、東京国際スポーツ大会でも活躍しただけに、冴えたキャンベルの出足払いです。続いて神長の体落としを見てみましょう。引き手と左足の踏み出しのタイミングが合わないためにひねり倒した形になりました。相手のフィリピンの恩とは体力技に相当の開きがありましたので決まりましたが、十分な体落としとは言えません。神長は相手が下がった時に追い込んでかける体落としが多かったのですが、膝の故障以来相手を前に引き出してからかける体落としを使うようになりました。対エールのライアン、神長左体落としから崩れ上四方に入りました。神長の右手は突っ込みが浅くて帯が取れません。また右肘の締めが不十分で相手の肩の押さえが効かず、腰も高いので押さえが効いていません。ライアン、体をひねって逃れようとします。しかし神長はやっと自分の右膝を相手の首の下に突っ込んで相手のひねりを防いで決めました。さて、支え釣り込み足は世界チャンピオン、オランダのヘイシンクの得意技です。相手はオーストラリアのボロノブスキスです。技をかけたタイミングの良さと、相手を支えた足がよく返っている点にご注目ください。
平身区の支え釣り込み足を神長との決勝戦からもう一度見てみましょう。